それが確かな情報がないんで食べてみないとわからないんです。散々ラーメンを食べ歩いてる僕だったらきっとわかりますけどね。見物させてもらったのさ。そのガキの目から見てもお前らがやってるのはガキのお遊びにしか思えないぜ。悪くねえ、この空気なら戦える。その質問に答える意味あるかよ。メガネの話出した時点でもう答え出てんだろ。受験生のリスナー、今日は俺のライブにようこそ。 Everybody say hey。 俺は何も昨日の女が妖魔だなんて言っちゃいないぜ。ただあんなことは普通のやつにはできやしないだろう。だってほら、あれ中国拳法でしょ。ひらりひらりと敵をかわして、兄貴が来なかったらリーさんがあいつを倒してたんじゃないっすか。あそーって。久しぶりだな。この間の部活対抗リレーでのお前の走り、いい走りだった。俺にはさ、お前は陸にいる方が輝いて見える。ああ、絶対あんただと思ったのにな。六番街の死体の山。ああ、別に標的があのガンスリンガダニーだったから。年も近そうだからその方がしっくりくるし、俺も千鶴って呼ぶから。そう、それでいいよ。んじゃ千鶴、今日から改めてよろしくな。シビスの野郎、あんなに必死になって。ここで頑張らなくても合格圏だってのに、仲間のためってか。ならばもう一つの可能性、あなた方は戻れず、みんなも救えないという選択肢も用意しなさい。彼女の情報をつかみました。東関東で最近本能寺学園が傘下に収めた高校で小競り合いを起こしています。なかなか居心地の良さそうなところじゃねえか。暑すぎず寒すぎず、食い物も腐るほどあるな。こりゃ決めたぜ、今日からここは俺たちの国だ。俺が出るまでもねえか。ラーテルは楓に任せて、俺はチーターとお楽しみ。あれいない。おお、散らかしちゃって。まあおもちゃは遊んだらちゃんと片付けないとな。違うって、俺じゃねえ、これ違うんだ。俺はこんな、うっせえよ。あれから何年経ったと思ってんだ。俺はもうおめえの知ってるタカチンじゃねえんだ。もういいから番所でも奉行所でもどこでも連れてけや。貼り付け獄門上等だこの野郎。いや、彼をやったのはまた別、プレイヤー狩りを目的とした最も過激な奴ら、その中の一人、ボマーと呼ばれる奴の仕業。こいつは副部長のアマゾン。めちゃくちゃ危険生物だからあんま近づくな。体に酸の体液が流れてっからな、溶かされっと。俺がってうるせえ！てめえ一人で戦ってるつもりか！冗談じゃねえぞボケ！てめえの出来がイコールチームの出来だなんて思い上がってるならぶん殴るぞ！確かに見たっす。スーパーで二人がネギやら大根やら買い込んでるの。もうほとんど夫婦？だけどこのクラスには努力家がいるからね。ほら、去年僕に負けて2位だったマカさんとか。復讐ではない、救うのだ。醜く卑屈であざとい、怯えるもの、憎みながらすがるもの、私たちが真に求めるものはただ一つ、それはこの世界に決定的に足りない最初で最後のかけら、